はいどうも、トシです。今日はですね、チップエクステをやっていきたいと思います。こちらですね、チップついてます。こちらがチップエクステになります。で、準備の方なんですけど、このように毛束に対してこれですね、チップをこうつけておくっていうことがまず下準備としては非常に大切なんじゃないかなと思います。でですね、このクレードルにまずチップをつけます。チップを入れます。チップ入れましたね。はい。で、クレードルの輪っかの部分ですね、輪っかの部分にエクステの束をつけます。で、引っこ抜いてあげる。エクステのチップを毛束に移植して、はい、これで一応この最初に見せた準備ですね、準備の段階ができた状態です、はい、で、これをちょっとつけていきたいなと思います。はい。で、つけたチップにさらにクレードルの先っちょをつける感じですね、通す感じですかね。はい。で、毛束がこれ取るときですね、地毛なんですけど、地毛を取るとき薄く取ってあげることがポイントになります。チップが通らないんですよね。なるべく根元の方なんですけど、根元につけすぎるとやっぱり痛いですね。痛いのでちょっと開けた状態で道具を使いチップを潰す感じですね。はい、これで1本完成です。このようにつきました。はい、では次2本目いってみたいと思います。はい、まずはもともと準備してた、チップが入っている毛束にですね、クレードルを通してあげて、で、さらに新しい自分の地毛ですね、地毛にも、地毛は薄くつけます。さらにクレードルに通しますと。はい、通してあげます。そしたら抜いてあげると。はい、簡単ですね。はい、位置を調整してチップを潰すと。はい、はい、非常に簡単です。つき終わりました。はい、まあこの程度じゃ分かりにくいと思うので、バンバンあと2、3本はつけていきたいと思います。はい、まずはクレードルに通してあげて、準備してたエクステドチップを通して、さらに地毛に通してあげると。はい、で、抜いてあげると。そうするとチップの位置を調整して、さらにチップを止めてあげるって感じですね。はい、このチップエクステって非常に取れやすいです。まず前提で取れやすいです。なのでエクステの種類の中では、非常に外れやすく取れやすいです。なのでシャンプーとかは丁寧に優しくやってあげることをおすすめします。ただこれ道具さえあれば友達同士とかでバンバンつけられると思うんで、道具をアマゾンさんとかで買ってあげて、友達同士バンバンつけていくっていうんだったら非常に、コストパフォーマンスのいいやり方なのかなと思います。ただ実際問題ね、プロがつけるんだったら、三つ編みもしくは四つ編みの方が絶対しっかりつけられるし、時間的にも早いと思いますね。ですので、素人の方がつけるっていう面ではいいかなと思います。で、あと注意しなきゃいけないのが、このエクステの束が結構細めになるわけですよ。結構細いんですよ、こうつけていって。
全然こうエクステンションされてないというか、何本つければいいんだっていう感じになります。はい、ですので、まあ、三つ編みの方がおすすめですね。ただこれ部分的にメッシュにしたいとか、毛量が薄くて大変だっていう人なんかは、こういうチップエクステなんかおすすめかなと思います。毛束を薄く取るのでね、外れやすいです、非常に。ですので正直、まあお客様がやるのはあんまりおすすめじゃないんですね。ただ友達同士でちょっと重複しちゃうんですが、友達同士でエクステつけごっこみたいのをするんであれば非常にやりやすいです、ね、簡単にできるものです。まあ、あとはまず最初の準備ですよね。こう今つけてくれてるんですけど、最初にエクステにそのチップをつけて中に入れとくっていうこと押しとけば、こうやってパッとパッと、はい、抜いてあげてチップを潰すと、はい、まあ以上簡単にねつけられます。でこの先っちょのこのチップカーの上の毛ですよね、この上の毛に関してはもうカットしてあげれば OK です。はい、バツバツいきます。はい、これで OK です。することによってこのようにエクステチップですね、付け終わります。はい、ただまあね、非常に薄めな感じですね。まあ、簡単なエクステチップの付け方なので、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方ですね、よろしくお願いします。さまざまな動画、美容動画にしろ、まあ、皆様が有益な情報をちゃんとお届けしたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録してください。ご視聴いただきありがとうございます。はい、どうも。で、先ほど潰した道具ですね、こちらです。で、外し方っていうのをちょっと説明したいなと思って、非常に簡単なのでサクッと説明させていただきたいと思います。この先っちょですね、先っちょをつけ止めたところをバチッとやって潰すだけ。はい、取れました。はい、バンバン取っていきます。もうせっかくなんでね、取り方も説明させていただきます。チップの先端に刃先をつけ、グッと力入れるとチップが、まあ、割れるっていうか砕けるんで、あとはそのままさーっ と抜いてあげればいいだけです。はい、先っちょをつけて潰すと、ちょっと戸惑う。しっかり潰してあげるとそのままサッと抜けますね。あ、こんなような感じです。チップ硬いんで、やっぱ寝てる時とか非常に痛いですよね、これ頭皮に。がポンポンと取れちゃいます。はい、簡単に取り終わりました。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひ、チップエクステですね、友達同士とかでやってみてもらうと簡単につけられてコスパもいいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。